また一つ強くなれたか。相手が悪かったな。巨城にするとは面白い。いよいよ決戦か。さて、遅かったわね。戦国港で見た女、あの蛇使いの仲間か。蛇使い、蛇使いね。私はコイエット家の長女にして時計塔の魔術師ドロテアよ。ならばお前がアサシン。東洋の技、お手並み拝見かしら。
部うつ病で押すにしても限度ってものが。ならばまとめて焼き払うまで。テイ、さて遅れた分皆の倍は働かなくては。いや、そうだな。とはいえ張り切りすぎるな。見事な腕前だ。うちの歓喜とどちらが強いかな。なあ、いい。うちの国に来る気はないかな。もちろん互いにこの義を戦い抜ければの話だが。それはできない。残念、イオリ君への口説き文句にしてはド直球すぎたね、アーチャーのマスターさん。どうやらこのようだ。ここはおとなしく引き下がるさ。にしてもこの魔法、イオリの死か。いやいや、二点一流というのは凄まじいな。いや、私のナンパには引っかかりませんので。あと15歳若かったらありかもですね。この話の通じな。なるほど、これがバーサーカーというやつか。よし、まさか。何事だ。取られたか。なれば。茶毒か。問題ない、まだいける。無茶を言う。あれを見ろ、今ならば撃てる。あと追い、丘へ上がれ。何を柄にもなく弱気になっているセイバー。誠の力を見せろ。オロチの真意ならばお前の剣に勝るものはない。ためらわず放て。この私を叱咤するとは驚かされたぞ。イオリ、セイバー、頼んだ。うむ、イオリは下がっていろ。我が剣がお前を断とう。覚悟は良いか、強きオロチ。だが私を止めるには頭っ。せっ、
きさえせともすればオロチそのもので。師匠、厄介なのはで、そお、魔性のオロチ何のその、神殿武蔵いざ参る。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イサナ大戦勝。うう、我ながらよく働いた。ライダー、捨て駒にならば。もうまくやっ、術式が砕けた。術者が引いた。放て、セイバー。ああ、久しいな、この感覚。まさに至高、絶技の中の絶技、まさに幼い頃に垣間見た剣聖の技ならばこそ。